こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、 大人の秋の定番コーデ参戦ということで皆さんに動画をお届けしたいなと思っています。僕の動画を見ていただいている方はおしゃれ初級者の方から中級者ぐらいの方が多いかなと思うんですが秋の着こなし何をどう着ればいいのかわからないという方も少なくないかなと思うんですね。まあ、そんな方のためにこちらのチャンネルではなるべくですね定番的なコーデでなおかつその中にトレンド感をほんのり漂わせたコーディネートをですねこれから3つご紹介したいなと思っています。 YouTube の中にも結構ファッションチャンネルはたくさんあるかなと思うんですが結構トレンド感が強かったりだとか価格帯が高くてなかなか再現できないというものもあるかなと思うんですが僕のチャンネルではなるべくですね定番を軸足し,しながらほんのりトレンドを交えながらですねあとは価格帯ですねここもユニクロからセレクトショップのオリジナルまでをですねうまくミックスしながらなるべく再現性の高いスタイルをですね皆さんにご紹介したいなと思っていますのでよかったら参考にしていただければなと思っています、まあ、僕自身もですね秋の コーディネートって結構難しいなと思ってまして、それは気温が結構定まらないからなんですね。秋といっても結構夏の後半みたいに暑い日もあれば、結構雨とかが降って天気が悪いと肌寒かったりするわけなので、その中で秋の着こなしのベースが3つぐらいあれば結構便利かなと思うので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンズファッションの基本ですね、なるべくわかりやすく解説をしてますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは早速、 行ってみましょうはい、ということで、ここからはですね、具体的に皆さんに秋の定番コーデを3つご紹介したいなと思っているんですが、まず1つ目ですね。まあ、今回の着こなしなんですが、まあ、主役となるのはこちらのカーディガンですね。まあ、夏の延長線上で、 t シャツを着てた状態から上に1枚カーディガンを着てしまえば完成というのが、まあ、めちゃくちゃ簡単でシンプルかなと思うんですね。まあ、そういった点ではカーディガンは大人にとってはとても重要なアイテムだと思ってまして1枚持っておくと着こなしは簡単なのとあとは小綺麗で大人っぽい雰囲気も簡単に出しやすいんですよね。ですのでぜひ皆さんもカーディガン1枚持っておくと便利かなと思います。まあ、カーディガン自体は結構ベーシックなアイテムで皆さんも今まで着たことがあるかなと 思うんんんんでででですすすすがが、まあ、最近ののののカカーーデディィガガンン傾向としまししまててはももももちろん薄手のカーディガンもあるる少しですねね中肉厚なものも増えているんです、ね、今僕が着てるのは先日グリーンレベルさんの店舗に行った時の動画でも出てきましたがダークグリーンのですね中肉厚のカーディガンなんですね、まあ、このようなちょっと厚みのあるものの方が実はいろんな体型の方年代の方には合わせやすいかなと思っています薄いものは結構ですね重ね着のパーツとして使うことが多いんですね例えばシャツ だとか t シャツの上に薄手のカーディガンを着てその上にジャケットとかを着るみたいなのか一番相性がいいんですけどもこのような中肉厚のカーディガンだとアウター感覚で使うことができるんですねそして ちょっと厚みがあることで体のラインを拾わないということもすごく良い点で薄手のカーディガンって結構体のラインを拾ってしまってムチムチに見えがちなんですねですので少しサイジングはゆったりめにしながら厚みがあった方が大人の男性にはアウター的に使いやすいかなと思っていますまあカラー展開はネイビーとかブラックというところがベーシックかなと思うんですが今季はちょっとカラーのカーディガンというのがトレンドになっていましてこのようなダークグリーンだとかあとはグリーンレベルさんでいうところの パープルとかもですね、結構いい色なので、まあ差し色的にこういったカーディガンを持ってきて、内側はですね、もうわかりやすく、ユニクロ U のエアリズムコットンの白 T ですね。この上に重ねてしまえば、もう一つコーディネートが完成してしまう形になります。まあ T シャツ自体はね、本当に1500円ぐらいで買えるので、コスパを重視しまして、カーディガンに関しては、まあユニクロとかでも買えるんですが、色が綺麗なものというのはなかなかですね、展開少ないので、このようなセレクトショップのオリジナルがおすすめかなと思います。 思っていますで、ボトムスなんですが、こちらはですね、今までちょっと出したことはないんですが、デニムスラックスですね。こういったちょっとこうデニム系のアイテムというのは今年旬になっているんですが、通常のデニムももちろんいいんですよ。こういったストレートのタイプのリジットデニムなんかで合わせるのもいいかなと思うんですが、個人的には少し綺麗めなデニムスラックスみたいなものが好きで、センタープレスが効いていて、ちょっとテーパード型のものですね。こういったものを1本持っておくと、デニムのカジュアルさとスラックスの綺麗さ、 両取りができるので意外と使い勝手がいいかなと思います僕は結構デニムスラックスみたいなアイテムが好きなんですがなかなか理想的なものに出会えなかったので今回は自分のブランドで作りましたこのような形でデニムスラックス合わせるのもいいかなと思いますしあとはデニムスラックスって結構インディゴブルーなんですけどもグレーっぽく見えるのでこの辺りはスマートアンクルパンツだとかタックテーパードパンツのダークグレーですねこのようなもので代用してもらっても同じようなコーディネートが組めるのでぜひ、まあ、トライをしていただきたいなと思っていますで足元はもうシンプルに ですね。白のジャーマントレーナーという形でちょっとこう。清潔感だとか小綺麗な感じを出してあげれば簡単に秋コーデ1つ目ができますので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて2つ目の秋の定番コーデなんですが。 これはですね、僕自身一番この秋やってるスタイルかなと思うんですね。簡単なので、ぜひ皆さんにもトライしていただきたいなと思うんですが、ベースになるのは、白 T× ブルーの無地シャツというですね、まあ、シンプル極まりないコーディネートなんですね。まあこれがですね、まあベーシックなんだけども、ややトレンド感があって、今年おすすめのスタイル1位に挙げられるかなと思うんですね。今僕が着てるこのブルーのシャツは、実は春に買ったもので、クラフトスタンダードブティックというブランド、 ブランドのものなんですね。これはですね、今季買ったものの中では実は一番使ってるんじゃないかなというぐらいですね。ものすごく個人的に気に入ってるアイテムなんですが、このようなブルー無地のシャツというのは使い勝手がめちゃくちゃ良くて、もちろん春にも使えますし、真夏はちょっと暑いかもしれないですが、秋そして冬はですね、重ね着のパーツとして使うことができるのでかなり便利なアイテムかなと思います。白 T シャツの上にこういったブルー系の無地シャツを着て、あとは第一ボタンと第一 前にボタンを開ける。そして腕はまくる。腕時計だとか、ちょっとしたアクセサリーでアクセントを加える。これだけでちょっとこなれたスタイルになりますし、割とですね、最近はこういったスタイルを楽しんでる中級者の方が多いので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。まあ、シャツの色なんですが、僕はブルーが大好きなので、ブルーだけでいろんなバリエーションを持ってまして、こちらクラフトスタンダードブティックですが、あとは H ビューティアンドユースだとか、あとはですね、ユナイテッドアローズアーバンリサーチ e s e a r だとか、こういったところでも結構ブルー系のシャツやってますのでまぜ、あ、ひ皆さんそういったものをトライしてみるのもいいと思います襟型もこのようなバンドカラーのですね今っぽい襟型もいいしまあ、先ほどのようなレギュラーカラーですねいわゆる普通の襟型のものこれでもですね結構収まりが良かったりするのでこのあたりはお好みで選んでいただくのが良いかなと思いますブルー系のシャツもしくは秋らしくベージュだとかブラウン系のシャツとかもいいと思いますのでまあ、このようなシャツはぜひ皆さんトライをしていただき たいいなと思いますで、ボトムスはいつも通りタックテーパードパンツのブラックを合わせてみました。まあこれはもう鉄板ですね。なるべく簡単にコーデを完成するのであればブラック系のパンツがハマりがいいかなと思います。先日ですね、動画でブラック系のパンツだけでですね、いろいろ比較したものがありますので、そちらを見ながら皆さんにフィットするものを選んでいただきたいなと思っています。まあブラックのパンツでもいいんですが、実はこれはですね、例えばリジット系のデニム、こういったもので合わせている方も 今季は結構多かったですね。ややゆったりめのリジット系のデニムで合わせるのもいいと思いますし、まあ先ほども出てきましたが、ダークグレーのパンツなんかでも相性がいいので、ダークグレーの方がブラックほどパキッとしてないので、柔らかい色の移り変わりというところで楽しめるかなと思うので、このあたりは皆さんのお好みに応じてカスタマイズをしていただきたいなと思っています。で、足元、シューズなんですけども、今回はニューバランスのグレー系のスニーカーを合わせてみました。まあこのあたりの色合いというのは、いろんなモデルが今出ています。僕は 992というモデルでちょっと前のものなので今はちょっと手に入りづらいんですが他にも900番台だけではなくて2002ですとかまあ様々なモデルがあるのでニューバランスのスニーカーですねこのような少しこう緩めの感じクリーンなスタイルには足元はですね白レザースニーカーだとちょっと退屈な感じがしてしまうのでややですねやぼったさのあるこのようなニューバランスのスニーカーそしてなおかつトレンド感もあるのでこういったものでややですねエッジを効かせてあげるとバランスがいいんじゃないのかなと思って っています。このスタイルはですね、めちゃくちゃ簡単ですし、結構体型もいろんな方に似合います。痩せ型の方も似合うし、普通の体型の方も似合いますし、結構ぽっちゃり体型の方もこのようなスタイル似合ったりするんですが、まあ、そこに対してメガネだとか帽子だとかでちょっとですねカジュアル要素をさらに足してあげるとぽっちゃり体型の方にもめちゃくちゃ似合いますので、ぜひ皆さんもトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いてラスト3点目のコーデなんですが。 今度はですね、秋の中でもちょっと気温が下がって、これから冬に差し掛かるという時にはですね、このようなコーディネートが使いやすいかなと思います。まだ丈の長いですね、ロング丈のコートを着るまでではないかなと思うんですが、まあ、その時にはこのようなショート丈のアウターが便利なんですけども、今年はやはり何と言ってもジージャンですね。僕ら世代にとっては懐かしいジージャンをですね、ぜひ皆さんに押したいなと思うんですが、まあ、なるべくですね、こう古着感のないような 綺麗な感じの G ジゃんが結構たくさん出ていまして、今僕が着てるのは先日もご紹介しましたが、ユニコーンのデニムジャケットですね。これはめちゃくちゃよくできています。結構僕も好きで着ていますが、割とこうファッション業界の方の中でもユニコーンのこのデニムジャケットを愛用してる方というのはですね、いらっしゃるので、まあその完成度の高さは分かっていただけるかなと思います。まあデニムジャケットの中でも、なるべくですね、色落ちしてない方が大人世代には合わせやすいと思うんですね。というのも、 丈が短いアウターというだけで、まずはカジュアルなんですね。そこに対して、素材がデニムということで、さらにカジュアルということで、まあ結構アウターの中でもかなりカジュアル度高めなのがデニムジャケットなので、まあその中でせめてですね、このようなインディゴブルー、色落ちしてないものだとか、あとはブラック系のデニムなんかもありますので、そういったもので色をシャープにすることで、大人の男性でも着やすいかなと思います。そしてその内側にはですね、白のバンドカラーシャツを合わせてみました。 このようにカジュアルなアウターの内側にはシャツという小綺れなアイテムを合わせてなおかつ着丈の長さのバランスを変えてあげるというのが結構有効で短丈のアウターよりもシャツの方が長くなるんですがこのギャップを楽しんでもらうのも結構いいんじゃないのかなと思いますこれはちょっと前のものになるんですが2年ほど前にユニクロで購入したバンドカラーシャツなので両方ともユニクロですねでボトムスなんですが今度はですねブラック系のパンツで引き締めるのもいいんですがダークグレーのですね先ほどから皆さん にご紹介をしているタックテーパードパンツですね個人的に結構ダークグレーのカラーというのは秋冬で使いやすいかなと思うんですねアウターがブラックだとか重たい色になった時にパンツがブラックというのもいいんですがちょっと色味を変えたいなという時にダークグレーのパンツってすごい使えるので最近使うことが結構増えてきたのがこちらのタックテーパードパンツのダークグレーなんですねまあ、こういった形で合わせていただきたいなと思います、まあ、シルエットがちょっと緩めですが細身のものが良かったら感動パンツだとか あとはアーバンスラックスだとかそういったものをグレー系のパンツで代用してもらうのもいいんじゃないのかなと思います。そして足元なんですが今回はデニムジャケットでちょっとカジュアル度が高いので綺麗めな靴を合わせたいなということでチロリアンシューズですね。こういった足元少しポッテイとしたものでレザーシューズなんだけどもそこまでですね硬すぎないものを合わせるというのも旬な着こなしの一つかなと思ってこちらを合わせてみました。これはですね今年の春にバーニーズニューヨークで購入したもので GH バー バ,スとバーニーニズのの、ね、コラボでで作ったものなんですね結構ですね、重たさの感じるようなこういったチロリアンシューズなんですけども、軽量で皮も柔らかいので、すっごい履きやすいんですよ。今はちょっと売ってるかどうかは微妙なんですが、まだ在庫は残ってるお店もあるかもしれないので、まあ、よかったらこれチェックをしていただきたいなと思っています。で、このようなチロリアンシューズでもいいですし、それ以外だったら今年はですね、もうとにかくクラークスですね。クラークスのワラビーとかがトレンドアイテムの一つになっていまして、そちらの ブラックなんかを合わせながらですね、ちょっとぽってりとした綺麗めな革靴をですね、合わせていただけるとバランスがいいんじゃないのかなと思います。まあ、こんな具合で結構ベーシックなスタイルではあるんですが、デニムのジャケットを使いながら、あえてちょっと綺麗めに振ってあげると大人の男性にも似合いやすいかなと思うので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。 はい、ということでいかがでしたでしょうか今回の動画では大人の秋の定番コーデ3戦ということで皆さんに動画をお届けさせていただきました。まあどれもですね、そこまでエッジが立っていないので比較的皆さんにも取り入れやすいかなと思っています。まあこちらをベースにしながら持ってないものがあれば似たようなもので代用してもらうのもいいかなと思いますし、あとは今回使ったアイテムに関しては同じものがあれば概要欄にリンクを貼っておきますのでそちらを見ながら買い足すのもいいかなと思っています。秋の着こなし結構気温が様々なので 迷いいいがががちかなななとと思思うんんでですす今回の動画を参考ししら存分に楽しんでいただければなと思っていますこれからもこちらのチャンネルでは大人の男性に向けてメンツファッションの基本を分かりやすく解説したいなと思っているんですがもう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートの解説に関しましては僕はもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップチャンネルの方で結構力強くですね、解説をしてますので、気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。また、なかなか動画をチェックする時間がないという方のために、オンラインサロンも開催をしています。そちらでは写真と文章を使って、なるべくコンパクトな量でですね、おすすめのアイテムですとか、コーディネートの解説を行ってますので、こちらも気になる方は概要欄からチェックをしていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。